さんこんにちは、ジュンです。ゆいです。はい、ゆいちゃんのレッスンでございます。はい、今回のレッスンは正しいテイクバックの位置ですかね。位置、まあ、やり方、うん、人にもよると思うけど、うん、まあ、大体私これ気をつけてるなみたいなことを、そうですね、皆さんかな、実践しやすい、うん、ここまでこういうふうに気をつけてもいいんだよっていうのをゆいちゃん教えてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまずはバックスイング、うん、一番レッスンでよくあるのがヘッドの位置を見ててほしいんだけど、あっ、はい、これね、ドライバーでこう、あ、なるほどね、ドライバーでね、一番多いのが、うん、これ、おー、手すごい後ろに行っちゃってる。そう、でも自分のこの手首は別にあまり動いてないから、うん、インサイドに引いてるっていう自覚があんまり持てないパターン。あー、で、なるほどね。よくインサイドアウトとかアウトサイドインって言うんだけど、うん、でもヘッドが通る位置を表してるんで、うん、自分の手首の手元の位置じゃなくてヘッドの位置がこっち側だったらインサイド、こっち側だったらアウトサイド、これだとインサイドに引きすぎてしまう、したらこれが起こる、オーバースイングのと、手首が動きすぎてしまってて肩がしっかり動かなくて、手打ちみたいな、そう、完全にそうなる、手打ちカット打ちみたいになっちゃうな、なる、オーバースイングだと漏れなくカット打ちになりやすくなる、だから手首の位置ももちろん大事なんだけど、手首でグリップの位置ももちろん大事なんだけど、バックスイングとかそういうのに一番大事なのはヘッドの位置。一番最初まずバックスイングするときにフェースの面が上を向かないように、これだと上を向かない、確かにヘッドがしっかりボールを見たままバックスイング、これが正解。ああ、もうちょっと、もうちょっと下がってほしい、下がって、もうちょっと、ありがとうございます。これが正解。はい、これだとフェースの面がボール抜いたままバックスイング、これだと向いてない、一番多いのがこの上げ方、あるね、そう、結構もうスイング、バックスイング半分ぐらい来た段階でかなりフェースが開いてしまう。そうだね、こっち向いてるもんね。バックスイングトップの位置でもっと開いてしまって、うん、降りてくるときにフェース戻りきらなくて、フェース開いたままボールに当たってスライスみたいなパターンが一番多くて、なるほど、いいか、うん、フェースの面はできるだけボールを見たまま上げる、はい、で私のバックスイングのイメージ、うん、これみんながみんなそうじゃないと思うけど、私のイメージは一旦30センチぐらいそのまま引く、もう手首ももちろん曲げないし、ここの三角の形が崩れないようにフェースの面がボールを見たまま上げる、うん、でここから手首が曲がる、手首が曲がっていくんだけど、これ自分で曲げようとして曲げちゃうと、これもこうなっちゃったら、手首曲げるんだけどそれと同時に肩を回す、で肩回していったらヘッドがこの辺りに到達すると重さで勝手に手首曲がっていくから、曲げないでこうなっちゃう、これ絶対無理だ、重さによって絶対こうなるから、あんまり手首曲げなくちゃ曲げなくちゃとはあんま考えてないんだけど、どっちかっていうと30センチ引く、肩回す、終わり、なるほど。でバックスイングで物事を考えすぎるとインパクトまで到達できなくなる。確かに、こう、こうしたらララ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 ってなっちゃう、で、振り遅れたか、あとはこう、振り切れなくて、あのボールに負けちゃってパコンっていう変なボールになっちゃったりするから、基本はスイング中考えるの1個だけの方がいい。バックスイングで何か考えると本当に1個だけ、じゃあこの少しだけまっすぐ引くっていうことなのか、肩を回すっていうことなのか、どっちでもいいんだけど、練習とかで打つ場合は私は大体少しまっすぐ引いて肩を回してインパクト。確かに、でもプレー中もそうやってるよね。いやいや、だからあの素振りか、素振りの時に確認することの1個がそれ、確かに肩回すとかって、まあ、めっちゃ当たり前のことなんやけど、たまにこうできにくくなる時期があるよね。
うんうん、別のことに気を取られる。そうね、なんでできないんだろうって感じになっちゃった時ね。でなんかこう変なことばっかやってたら、うん、すごいめちゃくちゃ基本的なことができなくなる時とかが来るから、うんうんうん、肩回すって超基本な出来事だから、うんうん、それを忘れないように。なるほどね。少しまっすぐベースの面が開かないように、これ本当多い、うん、私もね、疲れてるとき多分そうなっちゃって、まあ、こう、ピッて上げやすくなっちゃう、うん、打てなくなるときがあるから多分そうなってんだろうなと思ってる。フェースっていうかヘッドか、ヘッドが通る位置が、うん、うんうんうん、このシャフトが地面と平行になるとき、うん、シャフトと地面が平行になるときにヘッドの位置が自分の腰の、うんうん、ここ、うん、にあるのが、なるほどね、これがこっちだと右サイドに入る、はい、うん、逆にこっちだとアウトサイド、おでグリップがこう離れるとアウトサイドに入る。なるほどね、はいはいはい、おこの3段階ぐらいかな、うんうんうん、1、2、3、おぐらい考えるとすごい分かりやすい。もっと細かくしようと思えばできるんだけど。そうだね、まずは基本だね。とこれぐらい、おすごい分かりやすかったです。はいはい以上ですはい、ということで今回はテイクバック、どうしたらいいのって多分悩んでる人多いと思うんですけど、うん、まあ、今ゆうちゃん基本ね教えてくれたと思うので、家でも多分30センチの、そうだね、鏡見てやると分かりやすいね、できると思うので、うん、ぜひやってみてください。はい、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。